ルーロン・ガードナーは、アメリカ合衆国の男性レスリング選手、総合格闘家、バイオミング州アフトン出身、チームクエスト所属、ネブラスカ大学林間校卒業、2000年、ジェームス・サリバン賞受賞、2002年、三沢基地内で高校生を指導する、ガードナー2000年、シドニーオリンピックのレスリング男子、グレコローマン 130kg 級で、 それまで13年間無敗だったアレクサンドル・カレリンをおろし金メダルを獲得。2001年、レスリング世界選手権男子グレコローマに 130kg 級優勝。2002年、アメリカでスノーモービルを運転中に谷へ落下、摂氏マイナス30度の山の中で17時間、遭難し、右足中指を投傷のため切断。リハビリの末、アテネオリンピックで 銅メダルを獲得した。2004年12月31日、プライド男祭り2004に参戦。吉田秀彦と対戦し、判定勝ち。2007年2月24日、乗っていた小型機が、アメリカ・ユタ州南部のパウエル湖に墜落したが、機体が沈む前に脱出し、水温7度の湖面を1時間以上泳いで、岸にたどり着いた。翌日、釣り人に発見されて救出された。 ありがとうございます。